涙集めて夜空へ返そう、揺らぐことない愛だけばらまけ、スターダスト。生きてるかどうかわかんなくなっちゃった夜は、本質の見えない夜空に全て順調だ。データは揃いつつある。御堂伴の邪眼、科学的に見ても興味深い能力だ。さすがに銀次さんと組んでいるだけはあるというところかな。君たち元ボルツのメンバーにとって雷帝というのは特別なようだね。昔の話だ。そう、今は倒すべき敵だよ。もちろん銀次さん。こんなところまで迷い込むなんて間抜けな奴らだぜ。ここを通すわけにはいかねえな、銀次君。はい。本当に君は面白い人ですね。あ、こんな地下のゴミ処理場に見張りが必要とは、つまりこの奥にあるということですよ、私たちの探すイルが。何余裕かましてんだ。あ、へっ、さっさとやっちまおうぜ。いいですね、やはり仕事はこうでなくてはね。あ、やばい、この感じ。逃げろ、近づくな。あ、何言ってんだ。うわ、その調子ですよ。その調子で私を楽しませてください。またですか。あんたのやり方は間違ってる。私の攻撃を受け止めながら全員に当てみよう。甘いですね。ここで始末しておかなくてどうするんです。息を吹き返し後を追われればますます厄介なことになりますよ。それでもここは通れるよ。俺はそんなことしたくて奪還屋になったんじゃない。そんなこと、そんなことしなくとも道はあんだろう。先ほど戦った時よりも電撃の威力が増している。雷帝の意味と。いいでしょう、私も寝首をかくのは趣味ではありませんからね。進める道を行きましょう。もう限界だ。赤羽といると昔の自分を思い出す。力で全てをねじ伏せていた雷帝だった頃。バンちゃん、俺早くバンちゃんに会いたいよ。計算違いかな、マクベス。彼らが一番先に来るとは思ってなかったんだろう。僕はあらゆる可能性を計算している。
こうしてデータを蓄積していく間も計算は続いているんだ。だけど彼だけはどうしても計算できない。存在自体がランダム、混沌そのものなんだよ。天の禁地は危険だね。どうする気だい？観察してくる。この目で確かめてみたい。君たちがこだわる雷霆をね。俺も行こう。十兵衛、心配かい？雷霆が俺たちを見捨ててここを出て行ったやつを。親友だった糸の和樹を君に倒させた理由がわかるかい？君の忠誠心が見たかったんだ。だったらもう一度見せてやる。雷霆でも赤羽でもお前の望む方を葬ってやろう。さくら、僕は残酷かな？いいえ。そう。それより私は鏡が信用できません。なぜ？あの男がマクベスに忠誠を誓う理由が分かりません。だってあの男は。さくら、彼は恐ろしい男だとは僕も思うよ。全てを見通しているくせに何も知らない顔で僕に微笑む。底の見えない男だよ鏡教授は。でしたらそばに置くのは。いや、だからこそ彼が必要なんだ。なぜなら僕たちはもうボルツではないのだから。僕がやろうとしていることは銀次さんがボルツでやろうとしていたこととは全く違う。僕は何者にも侵されない絶対の力を手に入れる。そのためになら、どんなことも利用する。レンズも、十兵衛の忠誠も、鏡の力も。さくら、君も知っているように、この無限城には三つの世界が存在する。一つは、我々が勢力を拡大しつつある仮想エリア、ロアータウン。そしてその上、ベルトラインと言われる中層地区。そしてさらに上層エリア、バビロンシティ。もう上に怯えて生きていくのは嫌なんだ。この仮想エリア、ロアータウンでしか生きていけない僕たちは絶対の力を握るしかないんだよ。はい。鏡。いや、無理はするな。これはマクベスの計算にはなかったことだ。無駄な戦いで消耗するわけにはいかない。果たしてそうかな？こうして我々が出ていくこともマクベスは計算していたんじゃないかな。ほら来たよ。かつて君やマクベスが慕ってやまなかった男がさ。さて、またお迎えのようですよ、銀次君。それも、今度は本当の強敵らしい。これは、帳？まさか。十兵衛！久しぶりー！危ないですよ。赤羽さん、なんか変っすよ。本当にわからない人ですね。あの男はマクベスが送り込んだ刺客ですよ。そんなだって十兵衛はカズちゃんの親友でボルツでも。糸の和樹は俺が葬った。前もカズキの後を追うか。十兵衛がカズちゃんを。嘘だろ十兵衛。
そうなの。なるほどね。これが雷帝か。なあ、嘘だろ、ジューベイ。あなたのような方に出会うとは。この無限城の上層階、バビロンシティの住人とね。なぜ外れた。あらゆる急所を貫くはずの俺の帳が。どうしちまったんだよ、君もマクベスも。どうしてこんなことを。それはこちらのセリフだ。奪還屋だと俺たちを捨てて無限城を出て行った者が金を積まれて俺たちのかつての仲間の邪魔をするのか。全て掴んだだと。帳が磁石のように。そうか、電磁石。雷帝の放電現象で金属製の帳が磁力を帯びて。俺たちは依頼人が取られたものを取り返しに来ただけだよ。そりゃ真っ当な仕事ばかりじゃないけど、それでも俺もバンちゃんもプライド持って奪還屋をやってる。無限城を出て俺とバンちゃんがゲットバッカーズを組んで、ある人がこう言った。奪還屋の仕事はバラバラになったジグソーパズルを元の形に組み上げるようなものだ。そこにどんな絵が現れるのかだんだんと見える。だから本当の絵は最後のピースをはめてみるまでわからない。だから引き受けた仕事は最後までやり遂げろ。その人はそう言った。出来上がった絵を見てそれからどうするか考えろって。俺は前に進むよ。マクベスが依頼人から奪ったイルが何なのか、それを使って何をするつもりなのか、どうして十兵衛たちがそうまでしてイルを守ろうとするのか、何もわからないけど、でも俺はこの仕事をやり遂げなきゃいけない。だからお願いだ、十兵衛。ここを通してくれ。通りたくば力ずくで通ってみろ。たとえ帳の十兵衛でも無限城の中じゃ俺には勝てない。俺を昔のままだと思うなよ。それでも勝てない。どけよ。これが雷帝か。あうわ、少し吐き気がすんな。あんまり雷帝状態続けてるとまたおかしくなっちゃうもんな。バレたらまたバンちゃんに怒られるし、早く仕事終わらせてここ出ないと。なんか忘れてるような。まあいっか、多分忘れた方がいいことなんだよね。うっしょ、うっしょ、うっしょ。失礼ですが、お名前は？鏡教授。では鏡くん、実はあまり長引くと連れの銀次くんに忘れられてしまいそうなんですよ。そろそろ本気を出していただけませんか？私も本気を出しますから。いいのかな、本気出して。どうぞ。じゃあ遠慮なく。ダイヤモンドダスト。それがあなたの本気ですか。
幻影などでごまかそうなどと。だとしたら何の価値もない。さっさと。ダイヤモンドダストは悪魔のかけら。光を受ければ乱反射を起こし無数の巨像を映し出す。吸い込めばその体を内側からズタズタにしてしまう。ちょっと残念だな。誰も見たことがないというドクタージャッカルの本気を観察できると思ったんだけどね。観察？なるほど、面白いことを言う。しかしこんなものでは私は倒せません。ブラッディークロス。逃がしましたか。その様子では突破されたみたいだね。お前はじっくり観察させてもらったよ。強いね、あの男は。鏡。何？マクベスは俺たちをどこへ連れて行こうとしている。昔天野銀次がボルツのリーダーだった頃、俺たちはただあの人についていけばよかった。あの人は何も考えてはいなかったのかもしれないが、それでも絶対に道を間違えることはなかった。それこそ何の計算もなしに俺たちをこの無限城の暗闇から少しずつだが救い出そうとしてくれていた。そして雷帝は戻ってきた。マクベスの前に立ちふさがるために、あの頃と同じ迷いのないまっすぐな目で。俺はどうすれば。君は信じたんだろ、マクベスを。そうだ、俺もアネジャも彼を信じ彼にかけた。そのためにカズキを。だったら進むしかない。その先に何があるのか確かめるために。その時どちらが正しいのかもわかるはずさ。お前にはそれが見えているのではないのか。さあ、でどうするんだい。戦う。俺にはもはやそれしかない。やっぱりなんかすごいこと忘れてるよね。なんだったかな。思い出さない方がいい気もするんだけど。何か考え事ですか。ああ、カバネさん。思い出していただけましたか。はい、もちろんです。やってくれるぜ、マクベスの野郎。卑弥呼の追尾口はこの先から匂ってきてるってのね。仕方ねえ、他のルートを探すか。その必要はねえぜ。あ、どいてろ、こんなもん蹴散らしてやるよ。これは。動くなよ、ミコ。じっとしてろ。は、なんだ。声を出すな。下手に気を引いて食いつかれたら最後。てめえの体なんぞ5秒で骨も残らねえぞ。いよいよマクベスの本拠地ってわけか。ちょっと待ってよ、本当にこっちでいいんでしょうね。なんで私に聞くわけ。あんたも探しなさいよ。仲介屋としての私の仕事は終わったからね。都合の悪い時はそうやって逃げるのよね。上等じゃない、ついてきなさいよ。なんでついてこないのよ。一人にしないでよ。黙って。ん、おっと動くな。さあおとなしく牢に戻るんだ。ったく、あんたって本当に足手まといね。なめんじゃないわよ、私もプロだからね。
命乞いなんかする気はないわ。構わないから思いっきりやっちゃって。へえ、いい覚悟ね。なめてんじゃねえぞ。ならてめえから。女性に手を挙げるなんて感心できることではありませんね。和樹君、あんた、姫子さん、無事でよかった。しかしヘブンさんまでちょっといろいろあってね。ともかく助かったわ。案内用の和樹君が一緒ならすぐにみんなと合流できるもの。それが僕が受け取った地図は役に立ちそうもありません。イルは地下にあるんです。地下？今いるここも地下通路ですよ。みんなも気づいてくれるといいんですが。あ、でもでも頼りになるわ、和樹くん。さすが案内屋。無限城の中で知らないところなんてないんじゃない？いえ、僕も知らない場所がまだ。え？バビロンシティと呼ばれる無限城の最上層のエリアです。バビロンシティ？中層部のベルトラインまでは行ったことがありますが、当時の僕の力ではそこが限界でした。あなたでも、なんでそんなとんでもないところへわざわざ？無限城の謎を解き明かすためです。え、急ぎましょう。イルはこの奥のはずです。全員が揃ったようだね。カズキ、生きていたか。このレンズ計画を指導する際、僕は君たちに言った。この無限城に新たなる時代を築こうと。上に怯えることなき理想郷のために僕はその導きになると。そしてその呼びかけのもとに君たちは集った。今こそその実力を存分に発揮してもらいたい。さあ見るがいい無限城よ。新たなる時代は今刻まれる。感動の再会ってやつも長くは続かねえようだぜ。で、また別れ別れなの？次回、終結奪還チーム、あるべき未来で運命の扉が開かれる。